どうも山です。フーミンです。バカって TV です。今回池袋に来ました。はい、学歴エンジェルホール。低学歴なローの人と高学歴なハイの人を見つけて、はい、この差がどちらの方が大きいものを作れるかという、低学歴の人と高学歴の人二人見抜くというゲームですね。はい、ですね。負けたのはですね、こちら若手バーカーを勝者の皆さんにプレゼントしますので、ぜひ面白いコメント書いてください。皆さんチャンネル登録お願いします。高評価と SNS のフォローも概要欄からお願いします。エンジェルホール。わかって TV。 池袋でお兄さん見つけました。お兄さん今日どうして池袋に？就活。え、就活。最終学歴当てようっていうちょっとゲームをしてまして。就職活動にしたらラフすぎません？格好が。まあそうですね、確かに靴もほらめちゃめちゃ汚いで。いや汚いで絶対洗ってへん。普段履きね。どういう会社を受けようと思ってるんですか？サービス業でアミューズメント業界みたいな。アミューズメント。これ、ね、そんな汚い靴でアミューズできる？いやいやできるわ。どうしてアミューズメント業界に行きたいと思ったんですか？あんまりないです、はい。え、特に理由がない。理由がない、やばいやばいやばい。面接で積むパターンや。いやいや、さっきの面接やったら死んでたよ。いやいや、なんか答えるでしょ、せめて。一番好きなアミューズメント施設？麻雀。浪人か留年してます？浪人してて、留年もしてそうです。いや浪人留年、麻雀大好きでしょ、うん、クズ人間や。言い過ぎだわ、お前それは。浪でしょ、これは。いやいやいや、勝負します。おローで。お兄さんの最終学歴、大学学部教えてください。駒澤大学工学部で。おお、え、結構高いんじゃない？高すぎずやけど。あら、そうなっちゃうからちょっと微妙な。駒澤大学工学部、はい、いくら？偏差値55です。高い。 55？ 駒澤のくせに。いやいやいや、高い。わかりました。じゃあ僕はもう75とか見つけて20のエンジェルホール作りますわ、はい、いやもう東大とか医学部しかいないよ。もうそんぐらいを見つけるで。わかりました。行くで。今日はボーリング行こうと思って。あ、ボーリングね。いいですね。はいはいはい、ここは何友ですか？ここ大学の同期。高校の大学。高校大学一緒。あ、はい、センター物理基礎満点なんで、はいはいはい、ボーリングするっていうのは、はい、面とボールってほぼ摩擦ゼロなんですよ、はい、あ、そうなんですね。だからそういう物理も分かってる高学歴なんじゃないかなと思って。あ、なるほど。お住まいはどの辺ですか？僕、池袋そばです。池袋そば。池袋池すぐあの西口の方です。あら、高校もこの辺、都内とか埼玉？高校は違います。あ、上京してきた。上京してきた。どちらからその状況はちゃう？群馬です。え、群馬から来て池袋に住んでるわけでしょ？ということは池袋周辺の大学でしょ？はい、だと思います。一強とかなんじゃないですか？勝負します。お兄さん今通ってる大学部教えてください。東大の経済。よっしゃ、東大。やばー、分ですね。はい、おー、来ました。やば。お兄さんも東大？まあそうです。やばやば。試験本番の東大受験生あるあるみたいなありますか？必殺うるさいやついる。あ、7でしょ、大体そういうやつ。いや、やばい。7校に失礼。独り言が気持ち悪いやつよ。なやべえ大学じゃん。東京大学、文化による経済学部ですね、はい、偏差値 67.5、分かっている国公立プラス5で偏差値 72.5 です。いや、高い。ただローで行ったら高学歴やったみたいなパターンが多いから。いや、そこね、ここ B 山の壁ですよ。バカ見抜いたるから、ちょっと今日は。バカ見抜いたるから。見抜いたるから。お兄さん、はい、池袋で見つけました、はい、どうして池袋へ？映画見に来ました。おー、いいですね。なんて映画見られたんですか？パラサイトの話。何やったっけ、なんか流行ってるやつや。あの、あれだ、サークルとか何やられてるんですか？テニスサークルと。テニス？この感じで。あと、学園祭の実行委員。学園祭の実行委員来た。まず、早稲田大学のテニスサークル、はいはい、この感じでテニサーは、はい、入れないです。いやいや、別にそういう試験とかないから。高校時代の部活聞きましょうか。テニス部です。だからこれは私立文系でも普通テニス部だとテニスは入るから、この真面目な感じのテニスは入るんですよ、はい、そういうことですね、はい、だからちょっと低いんじゃないかな、もしかしたらワンチャン。いや、ちょっと待って、当てたいじゃん。これはね、当たる気がすんのよ。いや、でもね、俺はマーチ以上総計以下。そうだ、総計以下。60から65の間だと思う。雑魚私立やと踏んで、はい、スルーしたいと思います。まあ、僕もちょっとマーチぐらいな気がするんで、もうちょっと下に行きたいんでスルーしたいと思います。はい、じゃあ答え合わせしましょう、はい、お兄さんの今通ってる大学学部教えてください。東京電機大学理工学部です。おー、すごい。
今日はどうして池袋に来てるんですか？旅行の予約しようと。おお、なるほどなるほど。え、でもお兄さんすごいめちゃめちゃおしゃれですね、コーデが。ああ、ありがとうございます。はい、え、ブーツ履く？このブーツはなんて言うでしょう？あ、わかった。さすがに僕も知ってますよ。本当に？ラベンダー。はい。ローファーでしょ。ローファーでしょこれ。ちょっと待って、フートンです。いや、フートンブーツです。フートン聞いたことない。マジで量産型ファッション。いや、お前、旅行の行き先はどこですか？台湾です。おお、台湾か。僕センター日本史95点なんで、はい、台湾はある出来事をきっかけに日本が一時期統治してました。その出来事なんでしょう？知らない。内部進学なんでわかんないです。アホや。わからない。わかんない。オッケーです。もうね、はい、正解は日清戦争ですね、はい。日清戦争で日本が清に勝利した。その過程で台湾は日本が統治することになった。これはもうめちゃめちゃ有名な出来事です。なるほど。しかも台湾行こうとしてるんやったらなおさら知っとかなが。スルーしたいと思います。僕は今ローを探してます。大学のプチ自慢教えてもらってもいいですか？サークル多いですね。あー、サークル多い。ちょっとこれは危ない。あの有名大学の可能性が出てきたんで僕はちょっとスルーしたいと思います。はい、じゃあお二人帰って大学学部教えてもらってもいいですか？立教大学。おー、立教大学。けど、あ、すごい、危ねー、マジ65ぐらいあった。危ない。お兄さんも立教大学の法学部です。法学部。立教アホやん。いや、アホじゃん。アホじゃないよ別に。台湾知識ゼロや。いやいやいや、今何してたんですか？今はなんかインターン終わって。はい、おお、来た。高学歴用語出ましたよ、インターン。え、ちょっと、はい、今何年生ですか？今3年生。はい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 、はい。賢そうな顔な立ちなんですよね。そうなのよ。何系のインターンですか？商品開発。商品開発っていうのは難易度高めです。食品会社とかメーカーとかって採用人数少ないんですよ。なるほど。ちょっと理系の匂いもしてきましたね。そうですね。なるほど。お茶所かな。あー、理想。お茶所っぽい。いや、理想だよね。お茶所っぽいよね。サークルとか何やられてますか？ほぼ行ってないんですけど。あららら。音楽サークル。まず行かなくなっちゃったんですか？そもそも2年生から入って馴染めなくて。あー。1年生の時はサークルに入らなかった。勉強系のに入って、つまんなくてやめて。勉強系のサークルがあるということは、はい、ある程度工学大学じゃないとないですか？出身聞いていいですか？出身聞きましょう。出身は広島。お、上京してる。あ、もう出た。やばいやばい。上京してる。教育圏や。バイト何やってますか？タピオカです。俺アホ。あれ急にアホ。ワンちゃんよ、はい、商品開発のインターンもされてるじゃないですか、はいはい、タピオカマーケティングを知りたくてやったパターンも僕はあると睨んでるんですよ。なるほど、アホを相手にするビジネスを考えると。そうそうそう。なるほどね。どうしてこのタピオカブームは起きたんだと。お茶所か、はい、ワンちゃん東大はあると思ってます。はい、で見とけ俺のエンジェルホール。何見とけ俺のエンジェルホール。勝負します。エンジェルホール。お姉さんの最終学歴、大学学部教えてください、はい、明治大学です。法学部。法学部。あ、でも65ぐらいあるんじゃないこれ。そうね、うん、明治大学法学部偏差値 62.5 です。おエンジェルホール 7.5。 ただ B 山まだ勝負を確信するのは早い。今までの B 山のエンジェルホール自己ベストなんぼや。 2.5。 2.5。 そうやね。まだ俺の記録超えたことないね。めちゃめちゃ苦手なんですよ、はい、こいつエンジェルフォール。さあ、お兄さん、定学歴ですよね。会議です。あ、会議の決勝、会議ですね。練習5ですね。若手TV知ってるんですよね。あ、知ってます。え、たまたま？リリー先生のコメント欄に若手TV から来ました。東京医科歯科大学のめちゃめちゃ可愛い女の子がやってるリリー先生って YouTube チャンネルあるのよ。そんな女子大生の女の子の YouTube チャンネル見てるわけでしょ。やべえやつじゃん。いやいや、見ますよね。お仕事何系ですか？医療系です。え、医療系？はい、冷静に考えろよ、はい、医者やったらば、はい、医療系の会社とは言わへんわけ。あ、会社で言わない。医師やから。確かにそうだね。そうそうそう。医師免許ない可能性が高いと俺は踏んでる。なるほどね。医療系のでもね、会社ってまあまあ偏差値高いんですよ。例えば MR とかね、薬の営業のやってる人とか、はいはい、他に見る YouTube チャンネルとかあります？投資系の。投資系？売れてきゲームソフト。ちょっと待って、投資系の番組だあれ。そうなんだ。あ、そうなの。そうです、そうです。お兄さん出身はどちらですか？群馬ですね。群馬。役職とかついてますか？平ですね。平、OK、はい、29で平でしょ。いや、全然あるよ。だから大手である可能性が高い。ということは高学歴の可能性がある。能力ない可能性が高いじゃん。いやいやいや、どっちかやそれ。お前悪いやつだ。お前悪いやつだ。俺30で YouTuber だけど、どうしてくれんだよ、本当に。YouTuber で平やもん。やめろお前、本当に。お兄さんの通ってた大学のプチ自慢。公務員とか銀行とかそういうところに就職がしやすい。来ました。これは日本大学です。勝負します。お兄さんの最終学歴、大学学部教えてください。川崎経済大学です。地域政策学部です、ね、はい。おお、まあ、国公立だ。
ちょっと今偏差値調べましょう。はい、ありがとうございます。B 山65より下やったら、はい、B 山の勝ちです。高崎経済大学地域政策学部偏差値55、国公立プラス5で偏差値60です。うわ、というわけで、B 山のエンジェルホールは、12.5 で B 山の勝利。はーはー、勝った。はい、というわけで池袋でエンジェルホールやってきました。はい、高田文美、ローが駒澤大学55、はい、ハイが明治大学 62.5、はい、というわけで 7.5 のエンジェルホールでした。はい、 B 山は上が東京大学偏差値 72.5、 下が高崎経済大学偏差値60、というわけで 12.5 のエンジェルホール B 山の勝利やー。負けた風味からは高田風味のパーカーを視聴者の方に、僕の自信品をね、はい、自腹でプレゼントします。はい、ぜひチャンネル登録お願いします。高評価と概要欄から SNS のフォローもお願いします。今日はこの辺でバイ。